ムニエルチャンネル、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 始まるよ。こんにちは。ムニエルチャンネルのムニエルです。本日はこちら。山下達郎メロディーズについておしゃべりをしようと思います。まあ、山下達郎さんの作品を今回、このチャンネルでは2回目取り上げるわけなんですけれども、毎度そうなんですけれども、山下達郎さんはもう大竹栄一さんもそうなんですけど、先行研究者がまあめちゃくちゃたくさんいるので、なんかね、下手なこと言えないみたいな変なプレッシャーがあるんですよ。達郎マニアな大先輩方たくさんいるんですけれども、まあ、今回も相も変わらず、僕はこう感じてますっていう話をメインにしていこうと思いますので、全て、個人の意見ですので、多めに見ていただければというふうに思います。まあ、さておきお話をしていきましょう。本日もね、3点、挙げてありますが、アナログ録音の極致、どういうことなんでしょうかね。そして、ほぼ全曲本人作詞作曲で、ほぼっていうところがポイントですね。で、はい、これから2ヶ月後にはもう街は、クリスマスの、装いですか。クリスマスイブ入ってるのは実はこのアルバムなんです。その辺のエピソードも含めてお話をしていこうかなというふうに思います。上から話していきましょう。まずアナログ録音の極致というのは、これ、まあ、世の中的にもそうかもしれないし、山下達郎作品という意味でもそうかもしれないです。というのはこのアルバムは、83年の作品ですね。で、この前の年、82年には現在も大名盤として受け継がれています For You というオリジナルアルバムがあったわけなんですけれども、その翌年、83年にこのアルバムが出ました。で、この次、84年には、映画ビッグウェーブっていうね、サーフィン映画のサウンドトラック版としてビッグウェーブという、アルバムが出ています。まあ、これもオリジナル版ではあるんですけれども、まあ、For You の頃に書いた曲とか、 For You に入っている曲のリマスターとか、まあ、メロディーズからの、まあ、日本語詞の曲を英語詞にするとか、そういうような形でビッグウェーブ作られて、で、B 面が全曲ビーチボーイズのカバーっていう、かなり変わったアルバムになっているのがビッグウェーブになって、まあ、オリジナルアルバム、達郎さんが本腰入れて全部1から10まで作りましたよっていうような意味では、このメロディーズがアナログレコーディングとしての最後ぐらいになってくるのかなというふうに思うんです。で、ビッグウェーブが終わると、次のアルバムっていうのはポケットミュージックといって86年に発売になるんですけれども、この頃から、ポケットミュージックからはレコーディング環境がデジタルになっているというところで、ちょっと一つ大きな時代の転換点になるわけなんですけれども、まあ、アナログレコーディングの最後の世代、最後の時代、つまり達郎さんが突き詰めてきたアナログレコーディングの技術の粋を結集して、録音された音が入っているアルバムになるのかなというふうに思うんですね。はい、そういう意味でのアナログ録音の極致というところなんです。で、このことを念頭に次のところにも行ってみたいと思います。ほぼ全曲本人山下達郎作詞作曲になっていると、この点について、いやいや当たり前でしょうと、もしかしたら思う方もいるかもしれないんですが、まあ、確かに山下達郎さんは、これ以前の、アルバムにおいても、基本的には作詞作曲よくされてるんですけれども、これの前 For You 82年の場合には作詞に吉田美奈子さんが結構関わっていたんですけれども、メロディーズの場合は、詞をほとんど、ご本人で書いているというところが結構大きな違いかなというふうに思うんですね。で、ほぼ全曲っていうのはどういうことかというと、1曲だけカバーが入ってます。これは、Guess I'm Dumb っていう曲なんですけれども、65年にアメリカで発売されたグレン・キャンベルさんの曲になるんですね。で、グレン・キャンベルさんっていう人はどういう人かというと、結構ね、ビーチボーイズ、まあ、達郎さんビーチボーイズ大好きなわけですよ。で、ビーチボーイズのレコーディングにも結構頻繁に参加していた人 で、ビーチボーイズのメンバーがちょっとこうツアーに出れない時に代わりにステージに立っていたような、結構交友のある方なんですね。で、そのこれに入っている Guess I'm Dumb はもともとはビーチボーイズ向けに書かれた曲なんだけれども、ポシャってグレン・キャンベルさんに話が回ってきてレコーディングされたという曲なんです。で、これについては原曲 YouTube 上に多分あると思うんですね。グレン・キャンベル Guess I'm Dumb、
を聞いていただくとね分かるんですけれども、あのほぼほぼ完コピ、完コピっていうのは完璧にコピーしてる、完全にコピーしてるっていう意味ですね。ほぼほぼ完コピで、あのなおかつさらにやっぱり、時代が20年下ってますから、もともと65年に発売された曲ですよね。それが83年に録音をされているわけで、かなり録音も、洗練をされているし、演奏もですね、非常にタイトなものになっているというところなんですが、これすごいんですよ。こう開くとこう全部歌詞と歌詞の下にクレジットがあるんです。で、あの基本的には 4U の頃もそうだったけれども、ドラムが青山純さんで、ベースが伊藤光輝さん、キーボードが難波博之さん、ギター、その他、達郎山下と、こういう形なんですけれども、ゲスト・アイム・ダムに関しては、ベースを伊藤光輝さんが弾いている以外は、全て達郎さんご本人になってます。達郎さんがこの曲で演奏している楽器はアコースティックギター、エレキギター、アコースティックピアノ、エレクトリックピアノ、ドラムス、パーカッション、ビブラフォン、ティンパニー、バックグラウンドボーカル、ドラムもパーカッションも、ギターはさることながら鍵盤も2種類、そしてビブラフォン、あの鉄筋ですよね、ティンパニー、かなりの、かなりの楽器をご本人が演奏されているゲスト・アイム・ダムのカバーになってます。で、65年というとおそらく達郎さんは中学生ぐらいの年齢なんですよね。やっぱ思春期の頃に、憧れた、影響を受けた曲を、大人になってバッチリコピーしてカバーしたと。完コピとは言ってもそのまんまなのかっていうとそうじゃなくって、やはり達郎風味がちゃんとね、あの生きているっていうところがさすがであるなというふうに思うんですけれども、まあ全曲話してたらねキリがないんですけれども、 A 面の1曲目からちょっとね、言っていきます。 A 面1曲目悲しみのジョディ、2曲目高気圧ガール、3曲目夜宵ナイトフライ、4曲目ゲスアイムダム、5曲目ひとときで、 B 面ですね、 B 面1曲目メリーゴーラウンド、2曲目ブルーミッドナイト、3曲目足音、4曲目木曽、5曲目にクリスマスイブなんですよね。はい。でね、それぞれ結構面白い、あの 4U、 この前のアルバム 4U から比べると結構アプローチが変わっているなというふうに思うんですけれども、で、達郎さんのね、まあボーカルのスタイルが結構変わったのかなというふうに思っています。あの悲しみのジョディとか、次高気圧ガールとか、ナイトフライなんかもそうですけど、非常にファルセットを多用するようにこのアルバムからなっている。4U の頃っていうのももちろん達郎さんかなりキーの高い曲を歌ってますけれども、基本的にはファルセットじゃない地声で、張って声量を出していくような歌い方が多かったかなというふうに思うんですけど、ジョディなんかね、ダン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 ツン、ジョディのところは全部裏声ファルセットですよね。ナイトフライは全編ファルセットとか、歌い方がかなり変わっているなというふうに思います。で、例えばね、5曲目のひとときとか3曲目の足音っていうのはあんまりこうシングルっぽくないというか、まあ、シングルになってないんですけれども、どちらかというと控えめないい曲なんだけれども、地味な曲なんですけれども、この達郎さんとね、現在仲いいところのサザンオールスターズ桑田佳祐さんはこういったひとときとか足音っていうのが達郎さんの作品の中でも特にお好きであるというようなことが言われていますね。はい。で、僕はですね、一番好きな曲、これ B 面の1曲目メリーゴーラウンドなんですね。あのメリーゴーラウンドはかなりファンキーな曲です。青山純さんの非常にヘビーな四つ打ちのドラムに、またね、とってもヘビーな伊藤光輝さんのチョッパーベースが、入ってのイントロ、めちゃくちゃ踊れる、めちゃくちゃ重心の低い、ファンクポップといいますか、メリーゴーラウンド僕とっても好きです。まあそんなわけで、ざっくりですけれども、ほぼ全曲本人作詞作曲、1曲はゲスト・アイム・ダム、グレーン・キャンベルの作品のカバーになっているというところでした。で、3つ目いきましょう。クリスマスイブ、あの有名なクリスマスイブが収録をされているんですね。もともとクリスマスイブ、まあ、83年に初めて発表になったわけですよね、このアルバムで。ただ B 面の一番最後に、まあ静かな曲、バラードが入っているので、これ発表当初は達郎さんご自身は
この現代ほどクリスマスのスタンダードナンバーみたいな扱いになるとは到底思っていなかったと。一番アルバムの目立たないところに入っている目立たない曲のつもりでひっそり入れたということだったそうなんですけれども、その後も、ね、83年からですから36年間もう毎冬クリスマスの度に絶対に日本人だったら日本で暮らしていたら耳にしている超スーパー大名曲クリスマスソングですよね。はい、このクリスマス初出のアルバムはメロディーズになっているんですけれども、このクリスマスイブだけでもちょっとお話ができちゃうんですよ。このクリスマスイブという曲は音楽理論でいうと、僕音楽理論超苦手なんですけど、これだけはねとっても簡単なんで、ちょっとかじるくらいのことは喋ることができます。カノン進行っていうんです。カノン進行、これはパッヘルベルのカノンというね、曲が元ネタというか、もう一番元祖、これカノン進行としてでも、定番のコード進行、定番の曲の作りというような形で定着をしてきていると。でそのカノン進行の曲の永久不滅の大定番がこのクリスマスイブなんですけれども、実は全く同じカノン進行で違うヒットソングっていうのがたくさんあります。これをちょっとご紹介してみようかなと思うんですね。ちょっとカノン進行のこのこれをずっと繰り返しながら5、6曲ワンコーラスずつ、実は全部カノン進行でしたっていうのを歌ってみようかなと思います。うまいとか下手とかって言わないでください。こういうもんなんですよカノン進行って、っていうことを言いたいだけです。やってみます。雨は夜更け過ぎに雪へと変わるだろう。 Silent Night Holy Night 100% 勇気もう頑張るしかないさ。この世界中の元気抱きしめながら、心配ないからね。君の想いは誰かに届く。明日はきっとある。桜桜いざ舞い上がれ、切なに散りゆく定めとして、この大空に翼を広げ飛んで行きたいよ。笑顔咲く君と抱き合ってたい。もし遠い未来を予想するのなら、愛し合う二人、いつの時も隣同士、あなたと私さくらんぼっていう、まあざっとこんぐらい、もっといっぱいカノン進行の曲っていうのはあるんですけれども、ちょっと説明のためにしゃしゃってみました。失礼しました。お耳怪我し、ギターしまいます。というわけでちょっとお話をしましたが、最後クリスマスイブの話からカノン進行の話にちょっと飛躍をしました。本日はこちら、山下達郎さんの83年のアルバムメロディースについて、ちょっとお話をさせていただきました。アナログ録音の極地を言っているんじゃないのっていう素晴らしいサウンド、そしてほぼ全曲本人が詞も書いてて曲も書いている、1曲だけ、グレン・キャンベルのゲス・アイム・ダムをカバーしているけれども、これも達郎さんが大好きなビーチボーイズ関連であって、彼が中学生当時に聴いていたであろう青春時代の大好きだった曲を完全にコピーした上で自分のテイストを加えているという素晴らしい内容で、最後クリスマスイブが収録されてますよと、B 面の一番最後にひっそり収録されていたはずなのに、このアルバムが発売されてから現代に至るまで、
1年たりとも欠かすことなく必ずクリスマスの時期には街のどこかから聞こえてくる大名曲クリスマスイブでした。カノン進行という大定番のコード進行を使っているんだけれども、そんな曲たちの中でもひときわ輝きを放つクリスマスイブ、でございました。というわけで、本日は以上にさせていただいて、また次回以降も、お楽しみにしていただけますと嬉しいです。よろしければチャンネル登録、いいね、コメントいただけますと嬉しいです。以上、ムニエルチャンネルのムニエルでした。